かつて南軍の地に弓の名手がいたという。しかし押し寄せる妖魔の大軍と戦い、以後の行方が知れなくなったらしい。父親の行方を探していた加工派は直感した。その人物こそ父加工園に違いないと。加工派は情報をもたらした西下孫一と共に時を渡る。過去を変え父を救うために。孫一殿、協力してくれて感謝です。俺てっきり断られるとばっかり。まあ男の救援なんか普通ならお断りするとこだよ。昔オロチ軍に囲まれたところを加工園に助けられた恩がある。いや、本当助かります。頼りにしてますんで、どうかよろしく。俺の鉄砲に狙われたら逃げられないぜ。さて、父さんらしき人ってのはどっか。あっちの方が騒がしいぜ。行ってみる。弓のおっさんのせいで手こずったが、やっと追い詰めたぜ。あとはその砦を落とすだけだ。やっちまえ。メス。キリがねえな。父さん。おお、息子よ。感動の再会に浸ってる暇ねえぜ。やろうと心中なんて勘弁してもらいたいんだがね。いやいやいや、俺と父さんが揃えば楽勝だって、言うなあ息子。反撃と行くか。了解、父さん。おいおい、俺を忘れんなよ。行っとくか。守りきよう。俺が男を助けに来るとは思わなかったぜ。私の出番。ま、あんたにはやりがあるし、今回は特別だ。行くとすか。よし、とりあえずこの辺の妖魔は追っ払ったな。任せときな。ありがとうございました。おお、なんだ。ずっと隠れてたのか。はい、妖魔が恐ろしく。ですがお武家様のおかげで助かりました。厚かましいお願いとは存じますが、私の妹もお助けいただけないでしょうか。妹は北の砦に隠れているはずなのです。どうか妖魔を追い払う。妹、美しいお嬢様、断るはずなんです。ま、俺たちに任せときな。あ、父さん、俺を置いてかないでよ。出るぞ。でも父さん、本当に無事でよかったよ。どうした息子。真面目な顔して。腹でも痛いのか。南砦を放っておくのも。では撃っておくわ。さすがですが、
兵らの士気も高まりましょう。前ら親子って似てない？いやいやいや、あと数年したら俺もああなりますって。想像できねえな。お前たち親子はデモのようだな。私には真似できる。かといって父さんを見下しちゃいないぜ。俺父さんのことを尊敬しまくりだから。私の出番。落とせねえのか？仕方ねえ。俺様が出るか！親玉が出やがったな。ちょっから行って、とっちめてやっか。これで、敵と合わせましょう。骨ごと噛み砕いてくれよ。Fuck!
天下無双で顔もイケてる。それが俺さ。そんなに俺と遊びたいのか。いぜ、キラと思ったんだが、ここはひとまず退散だ。敵将、討ち取ったぜ。お前たちが来てくれて助かったぜ。ありがとな、息子、孫一。これが親子の絆ってね。まあこれで貸し借りなしだ。まあ結局顔がいい方が勝っちまうんだな。時を超えて俺を助けた。おい息子、熱でもあんのか。いやいやいや、頭は大丈夫だって。すっきりしゃっきりしてるから。ま、信じられねえのも無理よね。おいおい、孫一、お前までって本当なのかそれ。ま、論より証拠、俺たちと一緒に来てよ父さん。ちょ待てって息子。うおっ。やばい、こんな勝ち方じゃまた世の女性が俺に夢中になっちまうぜ。